吉野川サービスエリアから見る吉野川と吉野川、ハイウェイオアシス吉野川サービスエリアから吉野川、ハイウェイオアシスと吉野川スマートインターチェンジへの出入り口看板吉野川サービスエリアは、徳島県三好郡東三好町阿台にある、徳島自動車道のサービスエリア、吉野川スマートインターチェンジを併設する。当サービスエリアの下り線施設には、一般道からも利用できる。 ウェルカムゲートがある。吉野川の北岸に位置しており、展望台からは、吉野川と隣接する吉野川ハイウェイオアシスを望むことができる。2004年10月31日より、スマート IC の社会実験が開始され、さらには2006年10月1日に、吉野川スマートインターチェンジとして高級化された。なお営業時間は6時から22時までとなっている。 三吉バスストップは、吉野川サービスエリアに併設された高速バス用、バス停留所。高速バスの利用者専用駐車場がある。AB、ガスステーションのセルフ化及び運営者の変更について、ネクスコ西日本の SAPA 情報サイト、www. w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  h o l d i n g s c o j p 2021年4月1日閲覧。 徳島自動車道吉野川サービスエリア、吉野亭の営業時間変更について、令和2年4月1日、西日本高速道路株式会社、2020年4月1日閲覧。ネクスコ、西日本管内の SAPA のコンビニ20店舗が4月27日に、セブンイレブンとして、リニューアルオープン。西日本高速道路株式会社、 西日本高速道路サービスホールディングス株式会社2018年5月5日閲覧吉野川スマートインターチェンジに関するカテゴリーありがとうございます